る。明日カッパ持ってる？カッパズボン。ってかね。その人が見たいところがカッパって切れればいいけどね。そうそう。これを見たいからそこに合わせてやってるんで。うん、私結構前にさ、試合よく分かるもんね。うん、決まってるしね。私実はさ、サッカーの日本代表、見たの？いや、見てない。あの女子のね、女子がワールドカップで優勝した時の、そうか、服持ってんだけど。持ってんだ。
たいた。じゃあ、いくつ、はい、はい、ありがとうございます。はい、ゆくな君。あれ、ゆくな君。あの掃除法はゆくな君。そうだよね。草原のところ。気がする。きつくてるね。きつかったね。はい、ああ、そうですね。あそこの尖ったところを登って、そこ、その山を越えてきたんだよね。え、っていうこと？1週間早いね。あれは下山口。下山口。はい。登り、あ、一方通行になってんだ。そうです。あ、ね、登りそれ一方通行だって書いてあるんだけど、登りのあそこと思って左だったぐらい。先に言っとったら気は楽でしょ。平行に移動してちょっと登った。
れは特段名前はついてません。これはまあ、この辺の一帯の山を全部で硫黄山というふうに呼んでいて、まあ、硫黄山の尾根末端の、まあ、ピークというような名前です。で、まあ、硫黄山自体も実際発祥山の南斜面にある噴気孔という扱いなんですけど、まあ、硫黄山というふうに名前がついています。まあ、そんな感じですね。で、そうだな、あの奥が発祥山ですね。こっちは、はい、保証さんです。はい、腰が私、岩に取るなと思うもん。